まるだよ。僕、もうすぐ14歳になります。今度の土曜日が誕生日です。お祝いしてくれるのかな？いつもお母さんのピアノ楽しみにしてくださって、ありがとうございます。今日はピアノの練習報告です。ピアノの紹介はまたね。こんにちは。いつも見てくださってありがとうございます。どんな1週間をお過ごしでしたか？私たちは去年に衛星放送のアニメーションのチャンネルを登録して以来、アニメにハマっておりまして、一番最初にハマったのが夏目友人帳というアニメで、高校生、妖怪が見える高校生と可愛い妖怪、あやかしさんたちが彼をボディーガードする大活躍、親玉みたいなにゃんこ先生じゃ、で可愛いんだよ、可愛い、強いんですけど、普段は猫、普段は可愛い招き猫みたいな猫の大あやかし、あといろんな面白いキャラクターの妖怪、まあ僕の方が可愛いけどね、楽しいんですけれども、切ない話とかもあったりして、すごくいい、みんなに優しくなれるよね。で、今大人が見ても楽しめるよね。楽しめますね。見えることが分かってるわ、高校生。見えるがゆえに子供の頃からすごい苦労してるんですね。ほんでお父さんお母さんが亡くなってすごい寂しい思いをしていたんですけれども、まあそこで彼がどういうふうになっていくかっていう話なんですけども、もうものすごくほっこりします、心が。で、今劇場も公開しているんで早く行きたいんですけど、なかなか仕事の関係で行けずにおります。まあ今有名な鬼滅の刃もアニマックス、アニマックスって言っていいのかな、いいや、アニマックスでというチャンネルなんですけど、で見て、それも全話見てハマりで、コミックス全巻、全コミックスも買いで、大体アニメにハマると原作も読みたくなるんで、夏目友人帳もコミックス全部買って読んで、で、鬼滅の刃もコミックス読んで、解説本も買ったよね。今は転生したらスライムだったけんっていうアニメも面白くって見ています。ぷよぷよみたいな可愛い、それも非常に面白いんですけど、またそれはおいおい話したいと思います。そんなこんなでこんな話もしていきますので、よろしければいいねと、励ましのコメントやチャンネル登録をお願いします。さて、去年のクリスマス、40年ぶりにピアノの練習を再開して、もうすぐ2ヶ月になります。で、今週もハノンと、ツェルニーの100番とブルグミラーの曲を練習しました。で、ツェルニーはまだ最初の方でそんなに難しくないんですけれども、和音とかが出てくると、こういう感じのやつとか出てくると、音がバラバラになりかけたりとかして、難しいところは重点的に練習したりする。毎日頑張ってるよね。子供の頃はアップライトピアノでやってたんですけども、今は電子ピアノを、このプリビアを買ってやってるんですが、とても便利だなと思うのは、夜中でも気兼ねなく練習できるっていうことですね。で、昔の電子ピアノとイメージが全く違って、もう本当に音色も綺麗ですし、バラエティに富んでて、とてもいいなと思いながら毎日練習をしています。まあアップライトとかグランドピアノを持っている方でも、これが1個あれば外に持ち出せるし、乾電池でいけるらしい。いつかは路上ライブ。今週はブルグミラーの21番の天使の声っていうのを、僕もこの曲好きだよ、心地いいもん。全音の楽譜ではペダルを結構使うんですけれども、今私が主に見ているヤマハの教本ではペダルは極力使わないようにとわざわざ書いてありますので、ペダルなしで弾いてみます。先週もちょっとお話ししたんですけど、ペダルについて本によっても対応するようにっていう本もあれば、いや、極力使わずに弾くようにって言ってるのもあったりとかして、いろいろなんですけれども、もう想像するに、初級のうちはペダルをいっぱい使って音が濁ってしまうよりも、なしで弾くことを大切にしろという意味かなと
考えて、今回はペダルなしで弾いてます。ペダルなしで滑らかな指使いを練習しましょう。では弾きます。頑張ってね、はい、では、天使の声を弾きます。一発撮り、一発撮りを目指します。まあ、間違うかもしれないんですけど頑張ります。いきます。僕の足音入っちゃった？ごめんなさい。もう一回やる。もう一回ちょっと間違えた。あのね、うん、この人が下でねカタ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 言わせてたから、もう一回やってもいいよ。もう一回やってもいい？間違えたから、うん、大切なところで間違えた。いきます、いきますよ、うん、いきますよ。反省点、反省会すいません、今回から小説目っていうのかな、反省と振り返りをするんだって。ここですね、ここで間違えた、最初に間違えた、うん、で、やり直していけたかな、
間違えたら絶対にあかんとこで間違えてしまうんです。ここですね。ここの左手の音が間違うとガクってなるんです。親指がもっと弾かないんですね。で、本当はここフォルティッシモなのでもっと弾かないといけない。で、この最後の方のところも、ここですね。最後、どうか、どうか。もうすぐ一応は一通り終わるんですけど、もう一回やり直しをしていこうと思います、もうちょっと完成度上がるように練習していくつもりです。ではマルシャン感想一言。ゆっくり眠れるから僕は好きだよって言われることです、ね、分かりました。はいはいはい、はい、どうもありがとうございます。でもとても好きな曲なのでまた練習していきたいと思います。で次回は、これに引き続き次 の, あのバルカロール船歌っていうのが22番にあるんですけども、それも和音がとても素敵な、あフラットたくさんついてるんですけどとても素敵な響きなので、それを、まあ、練習しているので間に合えば聞きたいと思います。それでは、いろんなコメントお寄せくださったら嬉しいです。今日も見てくださってありがとうございました。アサリオンチャンネルでした。ありがとうございます。おさらいもたどたどしい、少しずつ上達しているお母さんです。もう少し頑張ってね。これからも聞いてくださいね。練習中はお母さんの足元でまったりしているのが楽しいマルでした。またねー。